朝日トンネルは、茨城県土浦市と石岡市を結ぶ道路トンネル。2012年11月12日に開通した。全長1784メートルで、茨城県内の一般道路のトンネルでは最長である。トンネルは、土浦と石岡の漁師が、新張屋里線として計画を及び事業化したもので、トンネル建設は、茨城県が受託して施行した。 当初は、市道の路線に指定されており、土浦、石岡市境があり、トンネルの中央を境に、土浦側が、土浦市道2張 IQ14 号線、石岡側が、石岡市道 B8679 号線から、なった。2017年6月1日より、県道の路線として、茨城県道138号石岡筑波線に、編入された。山の南東にある、 朝日峠越えのフルーツラインは急勾配や急カーブが連続し、当期にはしばしば路面凍結するため、2010年度には14日間通行止めとなった。当期の安定した交通の確保及び所要時間短縮の必要性から、朝日峠を迂回するトンネルについて1996年に事業化に着手し、2008年度に着工した。新オーストリアトンネル工法で施され、 トンネル本体は2012年1月に竣工した。道路幅員は7.5メートル。2車線で、設計速度は時速50キロメートル。本トンネルを含む矢里新張線の道路延長は3660メートルである。走行費は当初の65億円から経費削減により減少し、約55億円となる。東京方面から、 石岡市安里地区への最短経路は、常磐自動車道、土浦北インターチェンジから本堂を通るルートとなり、従来の千代田石岡インターチェンジ経由に比べ時間、短縮となることから、観光果樹援などでは、観光客の増加に期待している。ありがとうございます。